皆さん、こんにちは。 NHK 劇場水より泡し、や、聖子忠太郎、忍宿仮目男講談などに出演し、 TBS の人気ドラマ時間ですよね、お茶の間の誰もが知る存在となった元女優の川口明さん、兄弟と共に逮捕され、警察から取り調べを受けたことで有名です。今回は川口明さんの家族や川口一家の麻薬汚染事件に関する歴史の意図をたどっていきましょう。本名国重明、生年月日1950年3月1日、出身地東京都、学歴精神女子学院高等科、中退星座魚座。川口明さんの父親は作家で大英専務の川口松太郎さんで、母親は女優の三増愛子さん。文化的で芸能の家系に生まれました。母方の叔母も元宝塚歌劇団24期生の木の川瑠璃子さんということなので、芸能一族ですね。川口明さんは子供の頃から芸能界に身を置く親のもと、精神女子学院初等科中等科で育ちました。1966年、精神女子学院高等科を中退し、日本の演劇の一派である新派に入り、舞台女優としての活動を始めました。新派とは明治21年に始まった日本の演劇の一派で、歌舞伎とは異なる新たな現代劇として発達しました。第二次世界大戦後、複数の劇団が劇団新派に統合し、庶民の哀歓情緒を情感豊かに描いた演目作品で民衆の心をつかみました。1970年代には舞台からテレビドラマや映画に活動の幅を広げ、数々の作品に出演しています。やんちゃでお茶目な役柄に定評がありましたが、1976年に公開された犬神家の一族では気が触れて不気味な雰囲気を醸し出すという犬神小夜子役を演じています。犬神家の一族は1976年に公開された日本映画で、横溝正史さんの長編推理小説である金田一耕助シリーズの一つです。水面から突き出た足や不気味なマスク姿の登場人物が印象的で、現在も有名な作品ですね。市川崑監督、志坂浩二さん主演の金田一耕助シリーズの第一作で、この作品は映画で初めて金田一耕助が原作通りの着物姿で登場したことでも話題になりました。川口明さんが演じたのは犬神小夜子は、犬神財閥の創立者である犬神佐兵衛翁の次女、犬神武子の娘です。犬神財閥創始者佐兵衛翁の孫にあたります。川口明さんが講演したこの映画は15億6000万円の興行収入を記録し、大ヒットとなりました。1982年、母三増愛子の逝去をきっかけに芸能界から引退しています。母亡き後、芸能界を引退した川口明さんは陶芸家に転身していました。本名である国重明の名前で陶芸活動を行っています。陶芸の作品展での紹介によると、川口明さん改め国重明は、陶芸を職業としての手段ではなく、かといって趣味の範囲にもとどまらず、必要不可欠な日常事として陶芸に向き合っているようです。今から20年ほど前に自宅に陶芸用の窯を作り、ほとんど独学で陶芸の道を歩んできた国重明さんは、個展も開くほど陶芸家としての腕を持つそうです。作風は一人のアーティストから生まれるものとは思えないほど様々な表現をしており、メッセージ性の強いアートや銀彩や色絵、カラフルに加色されたものや、お尻のオブジェやクリスマスツリーなども表現しているのだとか。芸能界を引退した後は陶芸家として充実した日々を過ごしているようです。川口明さんは1971年、元祖アイドルグループスリーファンキーズのメンバーである
実業家の長澤淳さんと結婚しました。長澤淳さんとの間に子供が生まれていますが、1974年に離婚しています。その後1979年にヨット高知で AV 企画所属の国重光弘さんと再婚。国重光弘さんとの間には子供がいないようなので、川口明さんの子供は長澤淳さんとの間に生まれた。息子一人だけです。川口明さんには兄が二人、弟が一人おり、兄は俳優の川口博さんと川口久さんで、弟は元俳優の川口敦さん。子供の頃から一緒の4人は大人になっても兄弟揃って役者の道を選んでいます。長男の川口博さんは1936年8月22日生まれで、昭和中期から後期にかけて活動していました。映画「処刑の部屋」、テレビドラマ「キーハンター」などの作品で映画界の2枚目スターにのし上がった後、1962年にダイエーを退社して不動産管理会社である株式会社川口エンタープライズを設立し、マンション建設経営を手掛けるようになります。川口博さんが起業家になった1960年代の日本では、マンションがようやく知られるようになり始めた頃であり、まだ大衆に浸透しているとは言えませんでした。川口博さんにもノウハウがなかったため、アメリカに渡り現場を視察するなど、さまざまな知識を得るために奔走。帰国後、父親から譲り受けた東京都文京区の土地に7億円をかけてデラックス賃貸マンションと分譲マンションを建築。マンションを川口アパートメントと名付けて運営に着手しました。1960年に女優の野添ひとみさんと結婚し、2人の娘を授かりましたが、次女のカオルさんは1983年に血小板減少性紫斑病という病気で死去しています。川口博さん自身も1987年11月17日に腎不全と肺炎で死去しました。7月末から体調の変化が起き、食事をしていると食べ物が喉を通りにくくなってきたといいます。そこで病院を受診したところ、食道と咽頭にがんが見つかったのです。実は1985年にも川口博さんは胃がんで手術を受けていました。その時は胃の半分以上を切除して仕事に復帰できました。それから体調にも気をつけて定期的に通院していたのに、病魔が再び襲ってきたのです。川口博さんは異常体質でがんの進行スピードが非常に速かったそう。自分は役者なので咽頭がんを切除して声を失うわけにはいかないと言って、食道がんの除去手術のみ行いました。しかし手術の副作用で腎臓と肺をやられてしまいました。両親ともにがんでこの世を去っており、いわゆるがん家系だったのかもしれません。川口博さんががんで亡くなった後、妻野添ひとみさんは自分の半生も含めた本「博さん頑張ったね」を出版しています。次男の川口久さんは1945年3月12日生まれで、1957年慶応義塾幼稚舎を卒業しアメリカに留学しています。シアトルのハミルトンジュニアハイスクールやリンカーンハイスクールを経てワシントン大学に進み、1964年に中退して帰国。その後国際キリスト教大学に編入学してから1965年には上智大学に転じましたが、1966年に中退しています。とある理由で芸能界を引退し、レストランの経営などを行う実業家として活動しました。弟の川口敦さんは1951年7月9日生まれで、1971年に放映された TBS テレビ制作の親バカ子バカがテレビ初出演となります。アイフル大作戦やバーディー大作戦にもレギュラー出演しており、またフジテレビの子供番組みんな集まれキーパッパでもレギュラー出演、映画にもわずかに出演しており、1975年に公開された森永健次郎監督の映画花の甲に鳥を初恋時代で
茜の旧友である東南大学ボート部員岩井五郎を演じ、1976年に公開された山根茂之監督の映画さらば夏の光よで、郷ひろみさん、秋吉久美子さんに越して冴えない不器用な少年を演じました。同時に兄の川口博さんが経営する川口プロモーションの社員に転向しています。1978年3月には芸能プロダクションテアトルドポッシュのマネージャーを務めましたが、とある理由で芸能界を引退。その後2008年9月19日脳内出血のため埼玉県所沢市内の病院で死去しています。川口明さんの父親は小説家の川口松太郎さん、1989年10月1日生まれで東京都台東区浅草の出身です。小学校4年生の頃に学校を中退し、洋品屋へでっち奉公に出た苦労人で、趣味でコツコツと小説を書き続けていました。17歳の頃に講談雑誌に投稿した部罪人藤助が掲載され文壇デビュー。その後漢詩や江戸文学の知識を学び、作品に幅が出るようになりました。1934年にオール読み物に掲載された鶴八鶴次郎が評判を呼び連載開始。この物語は明治時代の芸人世界を舞台にした人情物で第1回直木賞を受賞しています。その後も様々なジャンルの作品を世に送り出し続け、これまでに執筆した作品は多数実写化されました。特にベストセラーであり社会現象を巻き起こした藍染かつらは映画として実写化されて、上原健さんと田中絹代さんが主演し爆発的な人気を博しました。映画制作会社である大映製作所の専務に就任したものの、1985年に85歳で死去しています。川口明さんの母親は女優の三増愛子さん、1910年11月2日に大阪府大阪市で生まれました。地元の高校に通っていた頃大阪の劇団新潮劇に入団し女優の勉強を開始。その後19歳で上京して松竹傘下の劇団に入ると、たちまち看板女優として名前が売れていき、1934年に映画初主演を果たしています。その後東宝に移籍しました。戦後は母親役を演じることが多く、母もの映画女優という異名を持っています。プライベートでは川口松太郎さんと正式に結婚する前に川口博さんを出産。実は当時川口松太郎さんにはすでに嫁がおり、密かに不倫の恋をしていたため未婚の母になっています。1951年に2人は晴れて入籍しました。三増愛子さんは家庭を優先するために芸能界を引退し主婦として生活を送っていましたが、成長した川口博さんに勧められて女優に復帰。復帰後は舞台に映画にと多忙な生活を送っていましたが、1982年に膵臓がんを患い71歳で死去しました。9代川口一家の麻薬汚染事件とは、1978年に5月22日次男の川口久志さんが LSD 大麻コカインを自宅に隠し持っていたところを捕らえられ、暴力団住吉連合の元幹部たちと共に赤坂署に逮捕されたことを発端にした事件です。6月6日には三浦智和のマネージャーをしていた川口敦さんも麻薬取締違反及び大麻取締違反で逮捕。その後川口明さんも LSD や大麻を所持していた疑いで逮捕されたことから、各社の報道では川口一家の麻薬汚染事件と呼ばれ話題になりました。1978年6月30日に発刊された朝日新聞の夕刊では、作家川口松太郎、女優三増愛子さん夫妻の次男元新派俳優川口久志、三男の芸能マネージャー敦ら、川口兄弟の麻薬不法所持事件を調べている警視庁保安二課と赤坂署は29日夜、同家の長女で新派俳優の川口明に
任意出頭を求め、麻薬取締法、大麻取締法違反の疑いで取り調べた。調べに対し省は容疑事実を全面的に認めたため、同署は近く東京地検へ書類を送る。これで川口家では兄弟4人中3人までが麻薬類に手を染めていたことが明らかになったと報じられました。ただ川口久志さんや川口敦史さんは9月に15日に懲役10ヶ月執行猶予3年の有罪判決を受けましたが、川口明さんは不起訴処分となったそうです。しかし前年には酒と睡眠薬を飲んだ状態で子供を乗せた車を運転しガードレールに突っ込んだ、じゃじゃ馬娘と言われており、麻薬なんか多くの芸能人がやっていることでしょう。でも大体興味本位の軽い遊び心よなどとケロッと言っていたと言われますので、この不起訴処分が妥当かと言われればどうなのでしょうか。しかしこれほどまでに兄弟が犯罪に手を染めるとなれば、やはり家庭環境が少し変わっていたからかもしれません。もともと父の川口松太郎さんは第1回直木賞を受賞した。35歳当時から快活でざっくばらんな性格は一部の人たちから慕われる一方で、一部では強烈に嫌われていたと伝えられています。現役時代老害と言われるほどに喫立していたとも言われています。芸能人の犯罪事件の中にはいわゆる二世者と呼ばれるカテゴリーがあります。著名な親のもとに生まれ厳しく育てられたか甘やかされたか、どちらにしても飢えることなく成長する中で親と同じ芸能の世界で仕事をし始めた子供の一部が違法行為で逮捕されてゴシップジャーナリズム大騒ぎ。川口家の場合は長男の俳優広志さんまでもが若い頃は随分ひどい所業をやらかしていました。両親の金品を黙って持ち出しては遊興費に変えていたし、無免許運転、スピード違反、酔っ払い運転、婦女暴行など一通りのは経験したなどと書かれて昔のことを掘り返されたりもしたようです。もちろん有名人である親の方も無傷では済まされません。芸能一家だとか調子こいて一般社会の通念からかけ離れた生活を送るうち善悪の判断ができなくなったんだろう。親の教育が悪い、親も同罪なのだから反省して償えなどなど単純なバッシングが盛り上がってはすぐに冷めていくという伝統的な展開です。今でもよく見かけます。判決を下された後もはや俳優を続けていく道の閉ざされた久志さんは都内で喫茶店兼スナックを開店し、敦史さんの方は明治座の営業部に引き取られそこで更生を目指すことになりました。収賞優秀の美で締めましょう。今回たどった川口明さんの家族や川口一家の麻薬汚染事件に関する歴史の意図はここまでになります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。